そうだ、福島に行こうプロジェクト。福島にはちょっと行けないけど、東京なら近々行く予定があるよっていう方、東京にいながら福島の旬な情報に触れることができる施設が東京は日本橋にオープンしたんですね。福島弁でみでってという方言がそのまんまついた日本橋福島館、今日はご紹介したいと思いますよ。この時間お忙しい中、館長と電話がつながっています。館長の加藤康弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。館長、はい、福島の元気を感じることができる施設がオープンしましたね。そうですね、4月12日にですね、東京日本橋に、まあ、福島県の総合的な情報発信施設としまして、日本橋福島館ミレッテがオープンいたしました。こちらでは福島県の今の情報、それから県産品の取り扱い、さらには観光情報など盛りだくさん情報発信する施設です。まあ、いわゆる館長、アンテナショップという考えでよろしいんでしょうか。はい、そうですね、いわゆるアンテナショップですが、やっぱ復興からですね、立ち上がって今、はい、着実に復興の歩みを進む福島県の今の姿を、まあ、皆さんにお伝えしたいというような意味も込めておりますので、まあ普通のアンテナショップよりもうちょっと一歩上の部分のアンテナショップということになりますでしょうね。うん、もうまさに今の福島の元気を感じることができる施設ということですけどね。館長、日本橋福島館ミデッテ、はい、一体どこにできたんですか。はい、あの電車でいらっしゃる方はですね、はい、JR の場合ですと、山手線の神田駅、はい、神田駅東口で降りていただきまして、東口ですね、はい、中央通りにぶつかりますので、はい、その中央通りを南側ですね、いわゆる三越方面に歩いていただきますと10分ぐらいでこちらに到着することができます。あ、なるほど、分かりやすいですね。そうですね、またあの地下鉄の銀座線ですね、はいはい、こちらでいらっしゃる場合は三越駅で降りていただきまして、そちらから今度、神田駅方面に歩いていただきますと3分でこの間に到着することができます。まっすぐ歩いていけばいいわけですね。そうですね、神田駅から行く場合は三越方面に、また三越前で降りられた方は神田方面にまっすぐ歩いていただければ、まっすぐ歩いていけば日本橋福島館ミデッテという看板がありますね。ございますね、はい、交差点で申し上げますと、日本橋の中央通りと江戸通りがぶつかる室町三丁目の交差点がございまして、そこにみずほ銀行が、日本橋支店がありますが、その隣になります。はい、館長、はい、お手数ですが後でもう一度場所の説明をお聞きするかもしれませんが。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、なんだいなんだ、あのメモもできなかったよっていうね、方、はい、安心してください、後でもう一回言いますからね。はい、今月12日オープンしたということですけども、はい、館長、初日もかなり賑わったようですね。そうですね、はい、やっぱ福島の今の姿を知りたい、もしくは復興を応援したいという方々、また福島出身の方々、こちらに避難している方々、それぞれ福島に対する思いがございまして、かなりですね混雑しておりまして、一度に入るとパンク状態になりましたので、入場制限をさせていただいて、はい、区切って入場していただきましたが、まあそのぐらい本当に福島っていうのが今注目されていて、はい、応援したいという気持ちであったりとか、はい、まだ今ちょっと離れて暮らしてるけどふるさとへの思いだったりとか、はい、まあ、いろんな思いっていうのが初日に集結したっていった感じですね。そうですね、はい、でも初日もかなり混み合いましたが、うん、実は毎日、まあ、3000名近くのお客様がですね、まあ、見れてということで、ちょっと見てくべということでですね、かなりこういらっしゃっていますね。館長、はい、この日本橋福島館見れて、どんなものがあるんですか。そうですね、まあ、初日はですね、B1 グランプリでですね、はい、優勝いたしました、うん、波焼きそば、はい、そちらの方でですね、飲食コーナーで提供させていただきましたが、まあ、福島県の、まあ、良さをですね、ここでちょっと知っていただきたいということで、はい、こちらで販売しているその商品数申し上げますと、まあ、2500アイテム取り揃えております。福島県のおすすめのものが2500アイテム。そうですね、はい、これは1時間じゃ見切れないんじゃないですか。そうですね、まあ、昼からですね、夕方夜近くまで、さまざまな、催しといいますか、うん、イベントとも実施しておりますので、うん、楽しく過ごすことができると思います。
まあ浪江焼きそばの B1 グランプリ優勝っていうのもね、悲願でしたから。そうですね、まあ本当に昨年とはね、僕も嬉しい気持ちになりましたけどね。そうですね、あのこのラジオを聞いている皆さんですね、まあ、長野県の佐久市のコミュニティ FM なんですけど、まあ佐久平の皆さんもいらっしゃれば、まあ福島県でね、はい、おー頑張ってるな福島館ということでね、はい、聞いてる方もいらっしゃったりとか、あと全国各地の皆さんがつながって聞いているので、はい、まあ、あの福島にお住まいの皆さんだったりゆかりの皆さんは、はい、あの食べ物ねとか、そうですね、あの名産品ねっていうのは並んでると思うんですけど、ね、 そうですね、そうじゃない方もいらっしゃるんですよ館長。ああ、そうですね、ぜひちょっと確認という意味でですね、こんなものがあるよっていうのがあったら教えていただきたいんですが、そうですね、入り口入りましてお菓子コーナーがございまして、はいはい、まあ、毎日売り切れになっています柏屋さんの薄皮まんじゅうとか、ね、はい、柏屋の薄皮まんじゅうって言ったら、はい、あの福島のお菓子の顔ですよね。そうですね、それから、はい、三万石のママドールとかですね、はい、これも顔ですね。そうですね、はい、それから観音屋のゆうべし、これがもうお菓子かなり売れてますね。やっぱり福島の顔が売れているということですね。そうですね、それ以外に やはり今農産物関係なんですけれども、はい、まあ、福島県の、まあ、今ということになりますが、あ、福島県 その安全安心の取り組みの一環として、まあ、お米の全量全袋検査の様子とかですね、はい、そういったものをモニターを通じて消費者の皆さんにアピールするような取り組み、また野菜関係も、まあ、販売をしておりますけれども、まあ、そういった安全の取り組みなど映像を通しながらですね、福島の食べ物っていうのはですね、全然危なくないんだよと、安全なんだよと、ぜひ美味しいので味わってくださいよという形での資格での取り組みも実施しております。なるほど、やはり分かりやすく伝えていくっていうのは大事なことですし、はい、まあ、市場に回っている福島県産というものは、はい、もう手に取ってください、美味しいですよ、安全ですよっていうのをこれからも言い続けていくっていうのが大切になりますよね。そうですね、はい、まあ、奥に入りますとですね、麺コーナーとかもございまして、麺コーナー、北方ラーメンとかですね、あらら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 、それから郡山のラーメン、白樺ラーメンとかですね、それ以外に手打ちそばとかですね、うん、立ちそば、島田屋のうどんとかですね、はい、まあ、そういった福島にいる方は分かるその食材もですね置いてますので、今日はですね、地元の方から玉川村というですね、福島空港のあるところになりますけども、はい、そこの道の駅玉川の駅長さんが来ていただいて、玄関前でそばのですね実演、手打ちのですね実演をやっていただいて、奥の飲食コーナーの方でそのおそばを、まあ、食べられるというような取り組みもしております。福島のそばを振る舞われたわけですか。そうですね、あらら、これはね、福島県出身の皆さんも嬉しいですし、はい、まあ、福島何かできないかって思っている方もですね、はい、そこに行って福島のそばを食べるっていうだけで十分復興の一助になってますもんね。そうですね、はい、そうですね、それが復興につながっていくと思うんですよ ね、福島のものを知って美味しさを味わってもらって、で今度観光に行ってみようかな、現地で直接食べてみようかなというきっかけ作りになれば本当に復興につながっていきます ね、はい、まあ、先ほど農産品という話がありましたけど、まあ、このラジオを聞きのですね、はい、福島のお米、はい、美味しいのを作りたいんだという農家の方も実はあの聞いていらっしゃってましてですね、まあ、本当にあの震災後というのはいろいろ、まあ、実際原発事故の影響が出たりとか、はい、また風評被害があったりとか、はい、まあ、いろんなことに苦しんでいた農家の皆さんですけど、美味しい農産品、はい、世に出そうって頑張ってらっしゃいますよね。そうですね、うん、まあ、そういった消費者とですね、生産者をつなぐ意味でもこちらの館ではですね、その生産者の皆さんに来ていただいて、例えば野菜でもそうですし、まあ、漬物でもそうですし、まあ、ラーメンとかでもそうですし、生産者がですね、まあ、いろいろ苦労しながら震災の絆をですね、よく確認し合いながらですね、それを乗り越えていくということをですね、こちらに来て直接消費者の皆さんに伝えて店頭でお伝えするような、まあ、コーナーですかね、即売っていうコーナーも設けておりますので、今日もですね、あの福島出身で東京に住んでるんだなんていう方がですね、一度ちょっと来てみたいということで来ていただいて、なんか地元のあったかさに触れたななんていう話も聞きましたし、もう3回来ましたという方もいらっしゃいますし、これからもですね、情報発信含めて地域の方々とですね、やっていきたいなと思ってます。まあ、福島の震災復興っていうのはですね、まあ、正直長い時間がかかると思いますが、その分だけですね、はい、全国の皆さんが、まあ、福島に思いを寄せてることっていうのは確かですよね、それぞれの立場で。そうですね、はい、でもこのミデッテに行けば、はい、なんかモヤモヤしたその気持ちっていうのが、はい、
一つ回答に導かれるというか、そうですね、何かが得られそうな、そんな施設ですね。そうですね、実はあの正面にですね、入り口前に大きい柱がございまして、はい、まあ、鉄筋コンクリートで作った柱なんですが、そこに福島県の県産材をパネル化して貼り合わせてですね、はい、このミレッテを支えている柱作りに見せてる部分があるんですけれども、木片っていうんですかね、木片っていうんですかね、はい、はい、そういったものを182枚貼り合わせて作ってるんですけれども、実は今年の3月11日ですね、震災3年目を迎えまして、まあ、県内各地で復興の集いとか追悼式、またキャンドルナイトと行われたんですけれども、そこに参加していただいた方々からさまざまなメッセージを書いていただいてですね、その木をこのミデッテの柱にですね、こうつなぎ合わせて支えてもらってるっていう感じになってますね。もうまさに絆の木ですね。そうですね。ね、いやー、ミデッテ見どころ満載です。はい。まあ館長の懐かしいお話いろいろとね聞いていて、あ、そういえばラーメンといえば喜多方だけじゃなかったなって。郡山ラーメンもあれば白川ラーメンもあって、日本三大ラーメン、はい、なってもおかしくないぐらいの福島三大ラーメンがあったなとかね、僕自身もちょっと聞いていて懐かしく思ったりとか、また今館長のお話聞いていてですね、それぞれの方がそれぞれのポイントで、はい、あ、懐かしいな、行ってみたいなと思われたと思います、はい、まあ、無理なくですね福島を楽しんでいただくことでですね、まあ、一歩一歩前に進んでいくと、はい、いうことでですね、はい、たくさんの人たち来てほしいですね、館長。そうですね、はい、そうですね、ね、ぜひいらしていただいて、それが復興の一助につながっていくと思いますので、はい、はい、あれ、館長ご自身も福島県ご出身なんですか？私も福島出身で、4月1日からこちらに参ってます。3月31日までは、福島の方で勤めておりまして、福島の方、はい、どちらの生まれなんですか？あ、福島市ですね。あ、市ですか、はい、まあ、震災後やっぱ大変でしたよね。そうですね、今まだ、ね、まあ、様々なところで除染も行っておりますし、福島市内を見てもですね、そうですね、はい、まあ、除染の問題というのもあまりね、あの全国ネットだと、はい、まあ、要所要所っていうところでしか取り上げられないことっていうのも多々ありますけども、はい、やっぱ地元の皆さんにとってみるとね、はい、あの本当に日常的に常に除染っていうのが行われている現状ってのありますからね。そうです ね, ね、その震災というものを風化させないためにもですね、うん、今の取り組みというものをですね、大きく PR していく必要があるのではないかなとは思ってます。はい、そして食べ物に関してはですね、しっかりと検査がされてですね、はい、そうですね、安全安心の美味しい食べ物っていうのが並んでいます。そうです ね, ね、皆さんぜひですね、はい、ミデッテでこんなに福島美味しいものがあるのかって、はい、楽しいものがあるのかって、またあの観光のスポットも紹介されてるんですよね。そうですね、あの、ね、観光パンフレットも県内59市町 それぞれの観光パンフレットも取り揃えておりますし、また県の広報になりますが、福島のですね、広報誌とか、うん、まあ、地元の新聞とか、さらには河原版的になりますけれども、はい、避難している方向けのですね、そういう新聞とかも取り揃えておりますので、まあ、観光に行きたい方もお寄りいただきたいですし、またあのこちらの方に避難されている方も含めてですね、はい、一度ちょっと見れてほしいなと思いますね。ね、まさに見れてね、福島にね、ちょっと思いを寄せているって、どんな形でもね人それぞれ違うと思いますけど、柵の皆さんもぜひね、こちらちょっと遠いかもしれませんけど、いやいや、そんなことないですよ館長、あの FM 柵平って、あの柵平駅の中にあるんですけど、はい、70分ちょっとで東京着いちゃうんですから。そうですか、これはもう柵の皆さん、そうなんですよ、はい、日本橋福島館訪れてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは館長、はい、あ、ちょっとさっきあの住所言われてたんだけど聞き逃したという方のためにもう一回だけ、わかりました、もう一回だけ教えてもらっていいですか。はい、住所はですね、はい、東京の中央区日本橋室町4丁目ですね、はい、3-16というところになります。はい、はい、柳屋太陽ビル1階です。柳屋太陽ビルですね、はいはいはい、じゃ あ, あの先ほどもありましたが、あの電車の方、はい、JR でいらっしゃる方なんですが、神田駅東口から徒歩5分、うん、東京メトロの場合ですと三越前駅 A8 出口より徒歩3分になります。またあの JR のですね、新日本橋駅、これが一番近い駅なんですけれども、こちら2番出口から徒歩1分の距離にあります。はい、皆さんぜひですね訪れていただきたいと思います。そして今便利な時代になってますからね、はい、日本橋福島館、日本橋福島館ミデッテ、はい、ね、
インターネットでも検索していただきながら、はいね、検索するだけじゃダメですよ。あの東京に行ったら必ず皆さん訪れましょう。私も訪れたいと思います。ありがとうございます。お待ちしてます。はい、もう館長声かけさせていただきますので、その時は、はい、ね、はい、あのぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この時間はそうだ福島に行こうプロジェクト、東京から福島の元気発信、日本橋福島館ミデッテ館長の加藤康弘さんでした。加藤館長ありがとうございました。ありがとうございました。